こんばんは。やっほー。現在、何でしたっけ？バレンタインを集めているので、ぜひバラなどよろしくお願いします。待ってます。バラバラのバラ待ってます。あ、10個にまとめてくださったらより嬉しいんですけど。バラ待ってます。パンダさん、お紅茶ありがとうございます。ありがとう。何か話すことありますかね。夜配信久しぶりだから何話したらいいか分かんない。何から話そう。まず夜配信できてない間にあったことだったりっていうのは、まあ いろんなとある嬉しいお知らせがありましたね。まああれ、エモガールさんは報告しましたっけ？水着、エモガール水着やったりとか発売されたりとか、あとはと2月9日に放送のネモースさんに、トムさんの卒業企画のネモースさんに出演させていただいてますっていうことだったりとか、あとは、明日2月8日に哲也さん、トランプフレームありがとうございます。ありがとう。あとは2月8日の明日の2月8日のあれ、ロガールさん、レイちゃまとひなこと3人で出演しますっていうのと、この間、佐久間さんの「ノブロック TV」に出演させていただきました。本当にやりきった、頑張った、お疲れ様っていう感じの橋本さんを見ることができるんじゃないかなって思っているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと、たくさん見ていただけたら、たくさん喜ぶので、たくさん見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、っていう感じかな。あと何かありますっけ？佐久間さんの動画20万回再生、やった、嬉しい、万歳。やってみっちゃも、確かにそうだ。お寿司、この間お寿司の、お寿司握ってみっちゃっていう、私が富山のお寿司を握るのが、放送されました。そして TVer さんで今日じゃない、6日に放送配信開始されたので、また一緒に見よう配信をしたいなって思ってます。ただちょっといつ一緒に見よう配信、夜の方がいいもんね、一緒に見よう配信はね。パンダさん、ちしゃ猫ありがとうございます。いつできる？ 9 日かな、やれたとして。9 日、10日はちょっと B 公演があるので、午前中目に配信終わらせたいなって思ってるので、9日だと思います。明日もちょっと何時に終わって何時にできるかっていうのが分かんないので、今日みたいな感じ、昼間にメイクとかして、そうで夜もまたできればなっては思ってます。なので9日か14、16あたりかな、できるとしたら。夜配信で一緒に見ようができるとしたらって感じです。竹兄さん、芋虫ありがとうございます。あ、そうだ、もう一つ
あのウェルシアグループさんと AKB48 のタイアップキャンペーンが、2月6日から始まったんですけど、そちらの、中部選抜メンバーに選んでいただきました。ありがとうございます。本当にこういうなんか選抜みたいなのにこう選ばれるっていうのが初めてなので、すごくすごく嬉しくて、この情報が結構前に決まってたものだったので皆さんにお話しできたのがすごく嬉しいなと思ってます。あのポスターにもなったりとか、5月の上旬の予定なんですけど、オンラインイベントなども開催実施予定ん開催予定なので、あのぜひ皆さんオン、それに申し込むには4と8のつく日にウェルシアさんに行ってお買い物するといいらしいので、ぜひ明日あのウェルシアさんに行ってシャンプーだったりリンスだったり洗剤だったり柔軟剤だったりお菓子いっぱいゲットしてあの申し込んでいただけると嬉しいなと思います。そして店内と、中部エリアの店内では、中部エリアの店内のでは放送なんていうの声店内放送も担当させていただきました。少しだけですが流れると思うので、わかんない、少しだけなのかわからないけど流れると思うので、ぜひ中部エリアにお住まいの皆さんはたくさんあの入り浸ってもらって聞いていただけたらなと思います。そして、3月の石川のイベントがあるんですけど、その時にあの県外の皆様はあの3月のイベントの石川でのイベントの前とか後とかにぜひ石川のウェルシアさんに行って、まあ、富山のウェルシアさんでもいいんですけど、どこのウェルシアさんでもいいんですけど、中部のウェルシアさんに行ってハルピョンの声をぜひ聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いしますって感じです。はい、ともゆきさん、白うさぎちゃん、ありがとうございます。以上、お茶さん、チョコレート塗りのバラ、ありがとうございます。はい、3月末も一応期間、3月いつまででしたっけ、いつまででしたっけ、その期間が決まってて、3月末も期間中でした。3月31日までなので、3月25日は対象期間中なので、ぜひ皆さん行ってたくさん聞いてください。お願いします。ぜひよろしくお願いしますってな感じですかね。あと何かあります？10日の B 公演出ますっていうのと、そこら辺かな。あとはちょっといろいろバタバタお話になっちゃったんですけど、3月は名古屋の出張があるので行きます。最高、ぜひ聞いてください。あとはあと解禁されてる情報で何かあることはありますかね。多分ないかな、一旦。うん、一旦多分それくらいかなと思います。ぜひよろしくお願いします。いっぱいあるね。あ、配信は11時半ぐらいまでやろうと思ってます。他に解禁されてない情報、そうですね、何があるかな。サプライズレバーさん、白うさぎちゃん、ありがとうございます。ぴょんぴょん、ありがとう。うさぎがね大量に走った、それな、可愛かった今
解禁されてない情報一つかな。あと一個かな。うん。もうなんか今日でいっぱい。わあ、芋虫がいっぱい。ギャローさん、芋虫チョコありがとうございます。ありがとう。芋虫がこの辺うにょうにょしてた。ありがとうございます。なんかここ最近で結構いっぱいご報告することができたのでよかったです。嬉しいお知らせがたくさん、はい、あとは何か。てつやさん、猫ちしゃ猫タワーありがとうございます。あ、まあ、タワーじゃないか、わかんない。ありがとうございます。ちしゃ猫ありがとう。もしちょっとあれですね、ここ最近は衝撃度がすごかった。ありがとう、嬉しい。いっぱいお話できて、いっぱいお知らせできて嬉しいです。ありがとうございます。あとはなんだろう、15の夜に開けといていただけると嬉しいなっていう感じかな。え、誰が最後パンチしたの？ラストパンチ。あ、私ギリギリでバタンキをさせられなかったのか、悔しい。マツパ行ってない。あ、そうだ、今日の夜のなんだっけ、 AKB48 最近聞いたかも、間違えた、聞いたよねに、私の波動の様子がなんか乗るらしいです。ぜひ見てください。ね、ひろゆこさん退社どうなるんですかね。 AKB の番組は。トラック野郎さん、チョコ塗りのバラありがとうございます。ありがとう。びっくりです、本当。私も普通に、なんて言うんですか、普通にファンの皆さんと同じタイミングで知ってびっくり。てつやさん、芋虫ありがとうございます。芋虫いっぱい、本当。ひろゆこさんが本当いろんな
なんだろう、結局多分私をいろんなんていうの、なんかいろんな時に呼んでくださったりとかしたのもひろゆこさんだったりとかだったし、そう、例えばそれこそ多分あの時の多分ね、お風呂の時はあれ違うと思うんですよね。でもその後になんかほろ酔い配信みたいな時に呼んでくださったのも多分ひろゆこさんなんじゃないかなって思いますし、あの波動の時もなんか大体他のメンバー、いろんなメンバーって結構上の名前で呼ばれることが多いんですけど、私ハルピョンさんって呼んでくださってて、もうなんか多分みんながハルピョンハルピョンって言ってるからだと思うんですけど、それがすごくありがたいというか、なんか嬉しいというか、やっぱなんて言うんですかね、私のニックネームを知ってくださってるんだっていう嬉しさがやっぱ、だから逆に本名を知らなそうそう、波動参加してない時も名前出してくださるし、本当にめっちゃありがたいなっていうのは思って、なんか前にひろゆこさんとなんか会った時にまた呼んでくださいみたいな話をした時にすごいね、そう、その時になんかすごいなんかなんて言うんだろう、すんみたいな表なんて言うのあれだったんですよ何もなんかそれ以降何もなんていうのお話続かず、すんみたいな対応で、あ、なんか寂しい、冷たいって、悲しい、もう呼んでくれないのかもって、すんって思って、私もすんってなったんですけど、この退社の報道を聞いて、あ、なんかそうなん、なんかそう、そう、こういう覚悟を持ってらっしゃったからなんか何も言えなかったんだなと思って、そうなんかちょっと申し訳ない、この報道を聞いてなんか申し訳ない気持ちになりました。はい、すごく、うん、ズーデスさん、チョコのりのバラありがとうございます、ありがとう。カズさん、お紅茶ありがとう、ありがとう。パンダさん、芋虫ありがとうございます、芋虫虫虫虫ありがとう。きっとそう、わかんないですよ、ただ私とスンってしたかったのかもしれないですけど私のあれについてスンってしたのかもしれないですけど、でもなんかそうだったのかなとか思ったりして、ね、どういう道に今後進まれるのかもわからないですし、まあわからないですけど、本当に温泉したりお酒飲んだりっていうのができたのも皆さんひろゆこさんのおかげなのでなんか普段ないですからね、お酒、まあお風呂もまあないけど、お酒もないですよ、こう普段AKB のメンバーがこうドーンって表立ってやるっていうのって、だからこう AKB がの逆襲っていう最初はそうで、なんかそこからどん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 この番組を大きくしてくだ、タイトルをね変えて、どんどん AKB を知ってますよねみたいな感じにのタイトルにして、知ってくださ、そういう感じに変えてくださったりとか、 AKB をみたいな AKB よって言って手を差し伸べてくださったことに対してすごく本当に感謝しているので、うん、まあテレ東さんを卒業されたとしてもまたね何らかの形でご一緒できたら嬉しいなと思いますし、それこそそのもう
もっとビッグになっていけたらなって、ひろゆこさんがあの時やっぱいろんな、なんかちょっとしかだったかもしれないけど、アルピオンさんのこといじってよかったってそう、ピョンズピョンズピョンズみたいな言ってよかったって思ってもらえるように、思ってもらえるように頑張りたいなと思います、今後も。はい、そんな感じ。まあなんか波動も終わるし、終わると思う。なんかあれだからファイナルシーズンって言ってるから、どうなんだろうって感じ。マックミックさん、お紅茶ありがとうございます。うん、なんかこれで終わっちゃうのかなとかって思ったら、最近聞いたよねから、まだ進化してないから待ってって感じですねはい、うん、橋本環奈さんと小千春さんを合わせた素敵な名前ですね。そうですね、あれなので素敵な名前なので、名前に負けないように頑張りたいなと思いますでも私はそれこそそうじゃないけど、いろんなメンバーがテレ東さんの、まあ、それこそ私ナレーションも中小企業 中小基盤機構みたいなあのナレーションさせていただいたりとか、最近聞いたあの時はカモだったっけヨネだったっけ忘れちゃったけどのあのナレーションさせていただいたのも、多分それもねひろゆこさんのおかげだと思うので、本当に感謝です。また出れますようにっていう感じです。いやそう、タイトル変わりすぎててもう分かんない、あの時何だったかなヨネだったっけカモだったっけ、はい、一回だけナレーションさせていただいて、そうなんですよ、とあの謎の中小基盤機構企業かみたいな分かんないけど、その時もナレーションさせていただいてありがとうございましたって感じですね、うん、はい。あとは何を喋ろうかな、あと何喋ろう、本当に何喋ったらいいんだろう、みんな何喋ろうか、どうします、全然もう終わってもいいんだけど、せっかくの夜配信だし、23時半までって決めたから、うん、そこまでは配信しようかなと思ってますが、聞きたいことあったけど忘れました
プレゼント開封配信っていつするの？あれいつのプレゼントだ？いつのプレゼントですか？もうあれ全部もうしなかったっけ？すみちゃん来たすとこうえんさんお紅茶ありがとうございます。あれあれ全部しましたよね私。あれしたつもりでいたわ完全に。まつげがいい感じに上がってます。本当もう多分朝から上げてないから下がってる。でもこれでいい感じって言ってもらえるなら嬉しい。多分全部やりました。はい全部やったよね。やったやりました。あ届いてないのは確かにあるかもしれない。あのあれ以降公演に出てないので1月25以降なのでそれ以降に送ってくださった皆さんだったりとか、まあ、あのそれまだ検閲されてない25日の時点でまだ検閲されてないものだったりとかはまだできてないです。だから26にくださった方だったりとか25に届けたけど検閲されてないっていうのだったりとかはまあ大体検閲されるんですけどその日までに。そうですけどでもそれだったらあれですね、はい、あ10日以降だといつやりますかっていう感じ。ああ、10日のやつはちょっと迷ってます。まだ迷ってます。はいすいません迷います。ズーデスさんお越しありがとうございます。こんな感じかな。あとはあのお昼配信しか多分来てくあのこれお昼配信しかできなかったからお昼配信ん夜んお昼配信行けなかったよっていう方は知らないかもしれないんですけど、あのついに持ち運びの照明リングライトではないんですけどあの照明を見て目にあるでしょう。だからをゲットいたしまして買いまして、お姉ちゃん家にいる時も目に光を入れることができるようになりました。イエーイということで、はいこれからも目に光を入れて頑張りたいなと思います。 YouTube のやつ見ました。面白いドッキリでした。好きになりました。ありがとうございます。ありがとうございますあのぜひ皆さんたくさん見てください。そう充電タイプのやつ、ただめっちゃ眩しいのであのめっちゃ眩しいんですよはいめっちゃ眩しくて辛いですめっちゃ眩しくて辛いです、うん、なんかお昼配信は最近お昼配信で多かったんだけどやっぱお昼だと夜にしか来れない方とかもいっぱいいてその方々のコメントがなかった寂しかったりとか最近してて、でもまあ逆に昼しか来れない方はいるからそう昼に来てくださる方もう昼だけのコメントの方とかも多かったりとかしてなんか面白いなって思ってます関係ないか明るさ調整できるんですけどなんか見て聞いてこれが一番明るいの。もう目死にそう。そうなんかこれが一番暗いんですよ。暗くてこれなの。そうでももともとこれなんだけどちょっと眩しすぎてティッシュかけてる。そうっていう感じだから頑張って眩しくなくしてって感じです。
ネタバラシで本人が泣いちゃう時違う、あれは嫌だったっていう涙じゃなくって、もうやりきった自分にお疲れ様っていう涙と、2人に対してチャケとセナタンに対しての本当にごめんっていう、そうっていう気持ち、もうマジでもうこんな後輩に気使わせてしまって本当に申し訳ないっていう気持ちの涙なので、もう本当にいっぱい見てください、よろしくお願いします別に怒ったわけではないですよ、なんか怒ったとか悲しかった嫌だった辛いっていう涙っていうより、なんか、ま、別の意味で辛い、本当二人ごめんっていう涙、うん特になんかもう二人ともごめんっていう涙、本当に申し訳ない気持ちの涙、後輩にそんな気使わせてしまったマジごめんみたいな、でもやらなきゃいけない、私がちゃんとやらないとこの企画は面白くなくなるし、私が途中途半端でやるとダメだからっていう気持ちはありました、はい、だからもう本気でやらないといけないなっていう気持ちでした。でも実際ツイッターのフォロワーさんも増えていただいたりとか、コメント欄、 YouTube のコメント欄も見させていただいてるんですけど、いいコメントが多かったりとか、ノブロック TV さんのインスタの方で、すごい、なんて言うんだろう、宣伝していただいてるんですけど、そこで橋本の演技がすごいですみたいな感じで書かれてて嬉しいと思って私も催眠術の一番最初の寝るシーンはマジ自分の演技力やべえ、すげえうめえって思ったので、そこだけリピートしてぜひ見てください全部見てほしいんですけど、もう1から100まで全部見てほしいんですけど、そこをとにかく注目して見ていただけたらなと思います、はいいやもうでも一番辛かったのはコメント強奪事件ですね、はい、もうなんかもう催眠術にかかるとかじゃなくてコメント強奪事件が一番辛かったです、ごめんマジでごめん、もうなんかもう特にチャケごめんみたいな、そこはもうなんか催眠術とかインタビューの時はもうセナタンががっつり引いてるなってなんかいうのが分かったから、でもセナタンもその私に引いてたわけじゃなくらしないらしくて、えどういうことみたいな、これ何みたいな、もうなんか怖いが強かったらしいです、はい、なのでなんか引くっていうより、え何怖いみたいな、引いてんのかそうそうそう、でもチャキが真面目に本当いてくれたから良かったですね本当に奪った瞬間の後のドライグ AKB48 のドライグだけなんですよ私は、でその AKB48 をチャキが言うんですけどっていう、この顔がマジでもう切なすぎて本当に申し訳なかった、なのでそこも注目して見てください、もう本当ごめん、セナタンハルピョンの演技上手だったって言ってました嬉しいけどごめんだったな、あれに関してはマジで、いやもうそうなんですよ、全部もう本当にごめんもうっていう感じ、
初期は全く疑ってなくて私がまあやる、まあでもコメントにもあったんですけど、橋本ならやりそうみたいな、ハルピョンならやりそうみたいないやでも私でもそう思うもんなと思って、うん、でもまあ嬉しいですよ、そんだけハルピョンはガツガツ、まあ、ガツガツまではいかない、まあ行くかうん、してるしてるっていうか、そう貪欲差はあるって思ってもらえて、このはこの話昼配信した時も言ったんですけど、本当ももちゃんとあのミーヨンさんがハルピョンならできるって、もういやもうハルピョンならできますみたいなハルピョンならありそうみたいな言ってくださったおかげで、もうなんかやりきろうみたいな、やっちゃおうみたいな、もう思いましたねはい、やっちゃおうって思いました、もうもう行けじばーみたいな感じ、チャケちゃんはあの会長さんが変すぎてそっちの受ける、会長を疑ったんだ、どういうこと、うん、面白チャケ面白でもなんかすごいこうもうなんかもう不安でしかなかったです、できるかなできるかなって、うん、でもむしろそのみんながこのコメント YouTube のコメントだったりインスタのコメント、まあ、Twitter のコメントだったりインスタの DM だったりショールームのコメントだったりで本当にすごかったとか頑張ってた演技うまかったよ疲れ様っていうコメントを見て、あー自分頑張ったなーって思いましたね、はい、他のグループ推しだけどあの動画は7-8回見ましたありがとうございます、あのまだいっぱい見てくださいはい、もう何回でももう皆さんあの心がすさんだ時にいっぱい見てください、マジで笑えると思うんで、はい、うん、心がなんかちょっと折れそうな時とかいっぱい見てください、絶対笑えます、で、あの再生回数を上げてもらえれば嬉しいなと思うのでよろしくお願いします、もう10回以上見てます、何度でも笑えます動画とコメント欄見ます、ぜひ爆笑させてもらいます、ありがとう、コメント強奪は腹抱えて笑えない、コメントもうほんとしないですから普段、おーほんとだ20万視聴いってる、嬉しい、いっぱい見て、ぜひいっぱい見てください、他のグループの推しの人に動画布教したら面白かったって言っててなんか嬉しかったです、いやもう嬉しい、それは泣くほど笑って最後もらい泣きもしますニコニコしながらとんでもないこと言ってたのは恐怖感感じて上手だと思いました
いやもうなんか笑っちゃって、私ももうでもなんかもうむしろもう楽しくなっちゃって、そう。いや私これ自分で見て一番この人怖いと思ったのは、なんかこれが素だったら一番怖いなと思ったのが、3人で分けるとこ、コメント3人で分けるとこあったじゃないですか。あそこでドライブ AKB48 コラボキャンペーン実施中カットって言って、なんかあ一人で言いましたねみたいになって、なんか分ける話あれってなった後の私が、あそうだ分けるんだったねごめんって言った、あの表情マジ一番怖かったです。これが素だったらマジやべえやつだなって思う。うん、あの時のもう言葉と表情がもう一番怖いです。マジで見てください、あれを素で先輩がやってたらマジやばサイコパスって思います。はい。自分の表情がマジ怖かったです、もう。いっぱい見てください、とにかく。ここ好き。ここ好き。楽しい。ここコラボキャンペーン実施中。あの YouTube さんでノブロック TV さんを検索するか、まあ多分普通に橋本春奈って検索したら出てくると思います。あのなんかはい出てきます。佐久間さんの YouTube 見ました、ありがとうございます、嬉しい。逆の立場だったらチャケみたいに先輩を止められますか。どの先輩かにもよるかもしれない。だからひななさんとかぐらい喋ってる先輩、そう普通の会話がなんていうのできる先輩、なんていうの通常のなんていう難しいな、だまだ全然喋ったことない先輩とか、普段なかなか会話しない先輩とかは無理です。はい。そうやっぱり私もチャケとはやっぱドボンを通して、なんかドボンライブだったりも通したりとかして喋るようになったし、そうセナタンもそうだし、ドボンだったり、あとはユイさんの卒業公演だったり、同じチームだったりっていうのがあって、そうだから言えるけど、そこの関係とかだったら言えるけど、全然同じチームにもなったことなくて関わりも本当にゼロでみたいな方だったら私は多分無理だと思います。はい。でもひななさんとかだったら言えるかな、どうだろう、無理かも。うん、あでも言える、ひななさんみたいな、ひななさん割るんですよみたいな、ゆきりんさんだったら、でもゆきりんさんだったら、え、いやワニ飼ってるわけないやんって思いますね。いやでもどうなんだろう、わかんない、ゆきりんさんのクラスになったらワニも飼えるのかって思っちゃうかもしれない、信じちゃうかも、すごーって。うん、ゆきりんさんワニ飼えるんだってか、ワニ飼えるすごーって思っちゃうかも。うん、あのシチュエーションでエイトの後輩誰だったらどうしたんって言いそう、どうしたん、あでもチャケと同じ感じで反応ができそうなのはサヤリンとかじゃないですか、ここは真面目にやろうって言われそう。
ごめんみたいになりそう。うん、ごめんってなる。でもひかちゃんだったら疑うと思う。ひかるんは疑うと思う。ぴょんちゃん、ぴょんちゃん。なると思います。はい、うん、そうですね、かな。でもさやりんは言われそう。さやりんには言われそう。ああ、ミッサーも言いそう。ぴょんってぴょん言わないかな、どうだろう。夢見るの3、うん、夢見る他の2人は笑ってそう。笑ってそう。これからも今日売れようとしますか。毎日売れようとは頑張ってるんですけど毎日売れようとは頑張ってはいるんですけど、公演だったりとかも一回一回を大切に頑張ろうって思ってはいます。なのでそこに関しては別に今日売れようとしてるだけじゃない、毎日売れようと頑張ってます。ただコメントを強奪するのはしないです毎日売れようとは頑張りたいつもりだけど、コメント強奪しようとはしないし、システマもやろうとしないし、ストリートファイトもやろうとはしません。はいはい、大丈夫です。そこだけは安心してください。飼っちゃいけない動物も飼わないですし。なんかすいません。すいません。アーターさん。白うさぎちゃんありがとうございます。うん、大丈夫です。バレンタインお昼10万だった、10万ポイントだった、今15万ポイント。えー、嬉しい、ありがとうございます。やっぱ夜、昼みんな見れないから夜溜まってたんだろうな、夜しか見れない皆さんのバラが、うん、いっぱい溜まってたんだろうな。ありがとう、うん、イモムシもシロウサギもチシャネコもいっぱい来たり、まあでもいろんな、なんかその情報、このノブロック TV さんのいろんな情報は、パンダさん、お紅茶ありがとうございます、竹兄さん、芋虫ちゃんありがとうございます。いろんな情報は公開された日の次の日とかその次の日も多分ショールームさんで話しているので、ぜひ映像倉庫さんで2週間後に確認して、またノブロック TV さんもいっぱい見ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひ何度でも、もう私はやったお仕事はもうやりきったんだから、もうとにかく見てくれっていう精神なので、まあ、もちろん水着グラビアだって恥ずかしいしっていう気持ちもあるし、今回のこれももう本当になんかもう、なんかもう心がうーんみたいな、もうごめんみんな申し訳ないみたいな、もうセナタンとチャゲのファンの方から嫌われないか、いやもうむしろ AKB のファンの方から、いやもうむしろなんか世界の人から嫌われたらどうしようみたいな感じの気持ちではあったんですけど、もうでもやったことはもう見てもらうしか私も報われないしそうだからもう見てくださいって感じです。
お願いします。いっぱい見てください、いっぱい見てください。はい、よろしくお願いします。第2弾も待ってます。ここじゃなくてぜひYouTube のコメント欄で言ってください。ここじゃなくてぜひそっちで言っていただけると嬉しいです。あ、お昼に言ってたアンケートは無事出せました。安心してください。ありがとうございます。無事出せました。なんかこう嬉しい、いろんなお仕事を発表するのがすごい、いつもすごく楽しみで、なんかあ、このお仕事、そのお仕事やった時にこのお仕事いつ発表できるんだろうとか、なんかみんな言ったらどう思ってくれるかなとかっていうのをすごくいつも楽しみ、結構楽しみで、喜んでくれるかなとか、なんか、まあ、もちろんなんかどう思われるかなって不安なこともあるけれども、そうそうそう、でもやっぱり楽しみが大きくて、そう、こう立て続けにとあるをいっぱいお話しさせていただいて、いろんなことができてすごく嬉しいなっていうのがあったりとか、もちろんやっぱ嬉しいことだけじゃなくて、あー、ここ私も選ばれたかったなとか思う場面だっていっぱいあるし、なんかドラエグもフェーズ3に行けなくて本当みんなにはマジで申し訳ない気持ちがすごく強かったりとか、なんかせっかくこうドラエグとのコラボのやつで佐久間さんのそのノブロック TV にもなんか出させていただいたのに、なんか言えなかった、うん、出ましたみたいな言えなかったらすごい悔しいなっていうのもあったりとか、もちろん嬉しいとあるがある反面悔しい時もいっぱいあるから、それは多分みんなも同じ気持ちに思ってくださる方がきっと、私一人じゃない、そのことに関して悔しいなって思うことも嬉しいなって思うことも私一人じゃないなっていうのはいつも感じてて、こうお仕事をした時にやっぱ嬉しいって感じるから、これをみんなに早く言いたい、嬉しさを共有したいっていうのが私の中には一番にあるので、また皆さんと嬉しいことを共有できるように頑張りたいなと思います。佐久間さんの YouTube 見てきました、感動しました。ありがとうございます。いっぱい感動して、いっぱい笑っていっぱい笑い泣きしてください、ぜひ。で、ドライグに関してなんですけど、皆さんからチアレターをたくさんいただいて、ハルピョン結構強くなったのですよ。そうなので、そのなんかどれだけ強くなったよっていうのは多分、まあ、ドライグやってないとわかんない、あんまなんか意味わかんない数字みたいな、よくわかんない数字になってるのであんまわかんないかもしれないんですけど、ドライグやってる皆さんには一応私の強さ
総合力の強さみたいなのをあの公開しているので、ぜひもうだって誰とも戦うこともないから公開してるので、ぜひ自分チアレタ送ったなとかっていう方だったりとか、なんかハルピョン僕たち私たちのチアレターのおかげでどんぐらい強くなったんだろうとか、自分って本当にハルピョンのドライブに貢献できてたのかなってなんか思う方にも、貢献できてたよって、本当こんなに強くなったんだよっていうのをみんなに見ていただけたらなって思うので、ぜひあのまだドライブログアウトしてないよっていう方は改めて今一度ハルピョンのところから私の総合力飛んでいただければ、ハルピョン頑張ったねって思ってもらえると思うんで、ぜひ見てください。いや本当みんながチアレターを送ってくださったおかげなのでありがとうございますマイクとチアレターは私自身はもうフェーズ3に行ってないので、正直私の、まあ、ただ私が桁数増やすだけなんですけどそうでもやっぱ私の桁数が増えてほしいなって思ってる皆さんには、私の桁数のところに私のところに投げていただけたらなって思いますし、あのもともとそのなんて言うんだろう、やっぱ別のメンバーもなんかこの子頑張れって思ってるメンバーがいたりとか、普段ゲーム頑張ってるからこの子に行ってほしいなって思ってるメンバーがいたりとか、あとはまあ同じチームのメンバー8だったり B だったりのメンバーだったりとか、まあハルピョンまでの推しではないけどみたいなっていう方だったりとかがいたら、別にフェーズ3に進んでるメンバーに送っていただけたらなというのは思います。でも私自身もあのまだまだ桁数は上げていき、桁数は上がんないと思うけど数字は上げれるといいなと思うので待ってます、はい、そう本当にもうピョンズにはマジで悪いんですけど、あの本当に申し訳ないんですけど、あの運が悪かったんですよね。リーグの強いところに入っちゃった、毎回フェーズ2の前半戦も後半戦も強いところ、強いチームがいるところに入っちゃって、そうそれがちょっと本当に申し訳ないなっていう、多分全メンバーの総当たりで上位16人だったらピョンズの皆さんとギルドの皆さんと一緒に戦って勝てたんじゃないかなっていうのは思ってて、なので2023年は運も味方につけられるように、まずは何かいいことを一つ始めていけたらなと、毎日一個ずつでも一個以上続けていって運を貯めていきたいと思います。頑張りますマジで申し訳ない気持ち、でもみんなと戦えたことはすごく嬉しいことで、やっぱゲームなんかドボンやってる時もそうだったし、いろんなバトフェスとかもそうだったし、なんかやっぱ私は AKB のゲームが好きなんだなっていうのは思ってて、なんか絶対今回のドライブのあの最初の7人に選ばれたりとかしたのも、いろんなゲーム、まあ、ドボン中心だけど頑張ってるメンバーが中心だったのかなとか思ったり、今回の佐久間さんのノブロック TV にも出れたのもドボン頑張ってるメンバーが中心だったのかなっていうのを思うと、やっぱマジでなんかすごいドボンばっかやってないでっていうのはすごいいっぱい言われてきたし、これまででもファンあのやっててよかったなって改めて思ったので、たかがゲームされどゲームなので、いっぱいこれからも AKB 関連のゲームしかやんないんですけど基本的にあのいっぱいやって改めてやろうっていうのは思ったなっていう感じです。だから本当よかった、ありがとう。以上ということで、
まもなく23時半なのでランキングを読みたいと思います。ランキングと何を読むんだよ他って感じですよね。すいません、ランキング読みます。私もあ、明日ロガールさん、夜8時からぜひ見てください。よろしくお願いします。ちょっと明日のことも何も見てないんですけど頑張ります。なんか何喋るのかも知らないしちょっとわかんないんですけど、あの見ます。よろしくお願いします。それではランキングいきます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位哲也さん、ありがとうございます。3位パンダさん、ありがとうございます。4位菊池直久さん、ありがとうございます。5位マフィンさん、ありがとうございます。6位トラックヤロアット、ごめんなさい噛みました、トラックヤロアットゴリさん、ありがとうございます。7位ギャローさん、ありがとうございます。8位ともゆきさん、ありがとうございます。9位マックメイクさん、ありがとうございます。10位ズーデスさん、ありがとうございます。11位くじのだいごさん、ありがとうございます。12位アーターさん、ありがとう、アーターアットピョンズさん、ありがとうございます。13位サイレントムーンさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーエイト88位はキリ、リキイヌさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ぜひ佐久間さんのノブロック TV いっぱい見てください。そしてあとはインスタも今日更新したのでいっぱい見てください。あとはやってみっちゃも見てください。明日の配信だ、そう明日の配信については多分今日と同じ感じで昼に配信をメイク配信みたいな感じでして、まあなんか雑談して夜、あ明日の夜やってみっちゃ見れたりするかもしれなかったりするかもしれない、明日か明後日の夜にあのノブロック TV じゃないや、やってみっちゃ一緒に見ようと思っているのでぜひよろしくお願いします。ノブロック TV さんも見る、もう一回見ようか。もしかしたら見るかもしれません。で明日生配信ロガールさん見てください、よろしくお願いします。なのでとりあえず明日の配信は、昼間に今日みたいな感じメイク配信だったりとかをして、夜にまた配信を少しできるかな、ちょっと時間も分かんないんだけど今まだ多分いつも の, あのロガールさんの感じ見てるとできると思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7643人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。それではありがとうございました。またね、バイバイ、おやすみ、久しぶりの夜愛知ありがとう、みんなバラだったりバレンタインのギフトいっぱいありがとうございました。あ、そうだ、明日8日なのでウェルシアさんでのお買い物お忘れなく、絶対にしてください、シャンプー買ってください。バイバイ、またね、おやすみ。